とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ハイラル王の武器全部で3種類あるんだけども、その全ての隠し刻印を見ていきましょう。それではまずはこの武器から。兵士の両手剣、1つ目の隠し刻印は攻撃速度 8% アップ、2つ目は回避性能 20% アップ。攻撃速度アップがついてるからこれ結構使える。でも攻撃力が高いのなかなか出ないんだよね。攻撃力70以上のやつが出ると即採用間違いなし。続いての装備はこれ、騎士の両手剣。1つ目、攻撃範囲 13% アップ。2つ目、必殺技ゲージが 7% 溜まりやすくなる。1つ目の攻撃範囲、これはいいね。王様はもともと攻撃範囲が広いキャラクターなので、攻撃範囲アップでさらに強くなることができる。そして必殺技ゲージが溜まりやすくなる、これはね、いくらあってもいいやつなので、無難なスキルが2つついているね。騎士の両手剣、攻撃力が高ければいいんじゃないですか。最後の装備はこちら、王家の両手剣。1つ目、ガード時受けたダメージの 20% を敵に返す。2つ目、攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。まずガードの時に受けたダメージを敵に跳ね返す、これ結構微妙です。で2つ目、攻撃時 11% で弱い敵を倒す。この弱い敵っていうのが雑魚敵だね。ネームドのやつは一撃で倒すことができない。まあこの装備、ベリーハードをやるときには役に立つかな。ベリーハード以外だったらば他の2つの装備の方が無難。まあなかなか王様難しいところだね。はい、ということで今日はハイラル王の3つの武器、隠された刻印を見ていきましたけども、ちょっとね、一番強い王家の両手剣がこのスキルかっていう感じです。まあ攻撃力が70以上であれば下の2つ、あの装備の方が無難なんで、まあそっちの武器がね、強いのが出ればそっちを採用する方がいいと思います。王手の両手剣は結構微妙だよ。はい、ということでまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。